大で肥沃な宮城野の一角にあって、古くは奥州街道の宿場としてにぎわった富谷は、今なお自然がもたらす豊かな緑と黄金色の実りに輝く安らぎの里と言われております。その富谷市の中心部から約5キロメートルの東方、大亀山の中腹にあるのが大亀山森林公園です。公園内には五重の塔を思わせる和風造りの展望台、展望フロアまでの階段が138段、富谷段となっています。フィールドアスレチック、ちびっこゲレンデなどの施設が設置されております。この大亀山の山頂に立つ鹿島天足分神社は、延喜5年906年に記帳された延喜式神明帳に挙げられております。昔坂の上の田村麻呂が多賀城から利府を経て黒川郡に進出した際、鎮護の武神として勘定したと言い伝えられており、800年代にはすでに鎮座していたものと推測されております。境内にある樫の木は高さ15メートル、推定樹齢800年と言われ、また社殿の傍らにある巨石は形が亀に似ていることから大亀の地名が生まれたとされています。当神社では4月の第3日曜日に大亀地区の人々が境内に集まり、豊作を祈願して神楽を奉納しております。これが榊流永代神楽で、富谷市指定無形民俗文化財となっています。この神楽は仙台市岩切青祖神社に伝わる榊流神楽を移入したもので、言葉あるいは歌詞を用いないのが特徴であり、すべて動作で表現する優雅な舞と言われております。東日本大震災において当神社の本殿が甚大な被害を被りましたが、大亀地区の氏子の皆様方をはじめ関係各位の方々のご支援ご協力を得て、現在修復作業が進められております。当神社のある大亀山からは県立の自然公園船形連峰と七つ森が一望でき、また仙台湾に浮かぶ船や白波が手に取るような景観を見ることができます。近くまでお越しの際はぜひお立ち寄りください。